イロドリーは大韓民国のインラインスケート選手である。愛用市長所属で、インラインの妖精という別名で知られており、インラインスケートの大衆化に寄与した。イロドリーの姓であるは、リヒカリがものしたシバボンド遺説にも出てくる精子で、全国的に世帯数が幾何にもならない希薄な精子であったが、イロドリー選手の登場で広く知られるようになった。 イロドリーがスケートを初めて履いたのは、カラス山初等学校4年の時だった。陸上部で長距離を走っていた彼女を、ローラースケート部の先生が説得したことがきっかけだった。はじめ趣味として滑っていたイロドリーは、初等学校5年の時、全国少年体育大会選抜戦で、安養市代表コーチだった牧ソニールの目に留まって、本格的に活動を始めた。コーチは、 イロドリーの両親を説得して、愛用ボムゲ諸島学校に転校させ、自分の家のすぐ前のアパートの部屋を借りてくれて、3度の食事を共にしながら、娘のように彼女を育成した。2001年、国家代表に選抜されたイロドリーは、すぐにその年、フランスアジャンの世界選手権、大会5000メートルポイント競技で、韓国ローラースケート史上初の金メダルを獲得した。 2002年にベルディオステインド、2004年にイタリアで行われた2度の世界インラインスピードスケート選手権大会それぞれで、イロドリーン選手は2冠を占め、言論機関に大いに報道されて、死について多く知られるようになったもので、彼女の本願は清州死である。2002年9月、インターネットにファンカフェができ、2004年にはイタリア世界選手権で金メダルに、 銀メダルに、銅メダル一個を獲得する最高の成績であり、優れた要望が彼女の人気に一役買って、自動車 CM への出演要請が殺到するほどで、人気の絶頂にあった。しかし、2004年に、大韓民国全国体育大会で膝を負傷して、手術を受けた頃から、急勾配の坂道を下るようになっていた。2005年冬、大学と実業団入団を前にして、 彩りは思いまどった。勉強も運動も皆逃したくなかったが、苦悶の末、来る世界選手権大会のため実業団を選択した。ところが、冬季練習をおろそかにしたために、来るシーズンは国内大会でさえうひょすくに押されるなど振るわず、その上、ありうべからざることに、大会前の7月に訓練中に3度も転倒する、事故を起こし、左手の指を折るという重傷を負っていた。 果たして2006年、イロドリーはその年、愛用で開催された世界ローラスピードスケーティング選手権大会で、銀メダル、銅メダルを一つずつ獲得したものの、この大会の個人種目では、シニア部門に初めて出場したというが、ジュニア時代の名声には及びようのない成績だった。2007年、韓国体育大学校スポーツ福祉学科に入学したイロドリーは、 再びインライン代表に挑戦したが失敗の連続だった。当惑したイロドリーは2008年1月引退を決意したが折よく安藤市長からの招きがあり2008年3月には再び訓練を開始し2009年3年のスランプを乗り越え全国選手権に参加2位を獲得して無事に再起を果たした2009年6月30日 アイムクオクチェイというスターグラビアが発刊され、インラインの妖精の可愛く清純な容姿、健康美あふれる彩り選手を一層盛り立てた。ありがとうございます。